邪魔になるだけ。身体能力が高い国の出身のやつが他国の伝統ある攻撃のチャンピオンになってるけど、母国出身じゃないとそれは認めないといえば、人種差別はいけないとみんな怒り出す。仕方がないな。世界がいつか一つになれば、国も人種も文化もどれもが邪魔になるだけ。身体能力が高い地球外生命体が地球人と仲良し少しになってしまう未来。オリンピックを楽しみにテレビをつけたら、ああ表彰台に一人も人間の姿はない。仕方がないな。